カミーユ・シュビアール、カミーユ・シュビアールは、フランスの指揮者、作曲家、ピアニスト、シャルル・ラムルの女性、父アレクサンドルは、優れたバイオリン奏者であった。パリ音楽院に進んで、ピアノを収め、二等賞を得、作曲家を志す。1895年、モーリス・アヨ、ジョセフ・サルモンと共に、ピアノ三重相談を結成した。1897年、 シャルル・ラムルーの指揮するリー・ヒャルト・ワーグナー、ローエン・グリンのパリ公演に関わる。同年、シャルル・ラムルーが、コンセル・ラムルーの常任指揮者の座を退き、女性のシュビアールが後を継いだ。1923年までの主席指揮者在任中、ルート・ビヒバン・ベートーベン、ロベルト・シューマン、ワーグナー、フランツ・リストラの作品を紹介し、また、次の作品などを初演した。1九0年、 パリ音楽院の気楽合奏の教授に就任。また、1914年には、オペラ座の音楽監督となり、そこで1923年1月15日、友人でもあったガブリエル・ピエルネのバレエ、シダリーズと牧羊神を初演した。ありがとうございます。